中野智もは、日本の実業家。中野式食塩電解放の開発を契機に、悲壮コンツェルンを築く。福島県大沼郡川西村製法の旧、藍津藩士の家に生まれる。上尾彦の進の次男で、幼児に中野家の養子になった。旧西藍津中学校を卒業後、一校の臨時中学校養成所に進んだ。その後、1908年、 京都帝国大学理学部科学教室助手となり、中野式食塩田解放を開発し特許を得た。中野はこの技術をもとにして、1920年に日本ソーダを設立し、火星ソーダ、サラシコの生産を開始した。そして、会社は第一次世界大戦による不況の中、順調に業績を伸ばしていった。さらに中野は、 電解ソーダの複製物から次々に新規製品を生産していったが、満州事変を契機に徐々に軍事色の強い製品も生産するようになる。この頃、中野は芋づる式と呼ばれる事業展開で、無機化学から有機化学、人権、金属精錬、工業と参加企業を増やし、会社は重化学工業から発展した。 新興財閥の一つに数えられた。1940年までに参加企業は42社に増え、非ソコンセルンと呼ばれた。しかし、この急激な成長に会社の資金は枯渇し、組織内に金融機関を持たない新興財閥である非ソコンセルンは、日本工業銀行などの国家資金と結びつかざるを得なくなる。また、日本が中国との戦争に泥沼化し、 国内の株式が低迷する中、急激に増やした参加の企業の中にも不採算になる会社が出始め業績は悪化していった。しかし、この苦境の中でも陸軍からの軍事物資の増産要請があり、銀行からの融資を取り付ける必要に迫られた。そして、融資と引き換えに中野は1940年に社長から退陣した。 現在事業を継承している会社は、日本ソーダ、工人などである。戦後、1945年に秘創コンセルンは、GHQ の指定する15財閥に数えられ、財閥解体された。日本ソーダを追われた中野は1942年政府機関の、企画院第一部第一課長の佐古水久恒の要請で、研究機関を総合した後の、 調査研究連盟を作るよう要請される。中野は政府の機関にただ乗るのはというのでは面白くないと考え非壮人権パルプから有馬、豊を呼び寄せて彼を企画員に送り込み、サコ水の幕下に加えた。ちなみに、サコ水は有馬豊と同じ鹿児島県出身で、後に衆議院議員、参議院議員となっている。中野は戦後声援事業に着手したが、 さしたる成果は上がらず、晩年は失意のうちにあった。1949年中野は最初の脳一血に襲われる。1965年12月1日に激しい脳一血に倒れそのまま意識を取り戻すことなく投下、逝去した。合図会会員、ありがとうございます。